こんにちは。今日も丹野さんのサロンに来ました。お願いします。五穀寺にあるシャイニングというお店です。腰が腰、はい、ちょっと辛いですそんなに痛いとかじゃないんですけど、はい、やっぱこう赤ちゃんいるからしゃがみ作業とか、うん、はいはい、多いじゃないですか、はい、中腰とか、はい、だから腰だと抱っこしてるから肩ですかね、はい、こんな感じです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、タロウって言うと大変だし、自分でもこう毎回その動画を撮ってあげるけど、なんか見た目に変わんないし、受ける人は変わったりするけど、やってることもそんなにこう変わることもないし、飽きるよなっては確かに思ってて、だから何かこういい策はないのかとってなってくると、実際その技を変えちゃっても、その実際店でやってない技をやってもしょうがないし、でもまあこういうこともできるんですよでやってもいいんじゃないですか。メインでやってるわけじゃないけど機会があればできますよとかっていう風になったり、あ、最近こうそんなにこういろんなテクニックを使ってるわけじゃないから、昔やってたテクニックなんかももう多分今できないんだろうなって思う。ああ、やらなくなると忘れちゃうとか、もう全然、ね、勘が鈍る。ね、ありますね。垂直圧の話でもします。お任せます。伝説の。でもそれがないになっちゃうとやりようがないというか、はい、すがるところが欲しいというか、はい、まあ、まあ大体においては間違ってないじゃないですか、うん、やっぱりこう入れやすい角度とか、はいはい、滑らないとか、はい、っていうことで、まあまあ、絶対ではないですけど、はい、まあ、大体の目安としてこうなってる時にこう押しちゃったら滑っちゃうよとかっていうもので、うん、そう。あれいろいろもう話の組み立てとかもちゃんと考えてこういう話をしようっていうのを全部まとめておいたのに、あの顔を見た瞬間真っ白になっちゃっていや、あの顔はもう確かに染みてなかったですよね。あれはもうね、折れる。施術しててこう、はい、折れることあります？ああ、もうダメだみたいな。そうそう。ないかな。ああ、俺も最初2、3分の段階でこう、力加減よろしいですかって聞いて、無視された瞬間からも心折れます。あ、あんまそういう人いないんですよね。基本的に何て言うんですか、もうあの飛び込みで来るようなことは絶対ないじゃないですか、はいはいはい、もうあの取りにくい予約を取ってきてる時点で、うん、まあ、結構やっぱりもう何としてもうちで受けたいっていう人がほとんどだと思うんですよ。なのでこういう、まあ、必
失礼なっていうか、あんまコミュニケーション取りたくないみたいな人はいないですね。意地でも喋りませんみたいな感じでも固くなり、何で来たのと思いますね、そしたら。もうだから俺も心折れてるから、なんかもう一回聞こうともしないし、はいはいはい、そのまま無言のまま60分なり90分なり、60分ならまだいいけど90分は辛いですね。それいやきついっすね。だってもうだって残りの87分ぐらい無言ですからね。長いですよね。孤独な戦いですよ。そうですね。勉強しに来なくてもいいのにと思って、俺もやっぱりそのなんだろう、別にその他の主義を否定するじゃないけども、やっぱり自分はこういうのをやりたいと思ってやってるから、今更なんかその新たに勉強しようとかも思わないし、その取り入れようというか、だからなんかこう今あるものを自信を持って堂々と届けるだけだけど、別に他のを受けたからといって自分を否定されたとも思わないし、まあそれはそれだし、俺のは俺のだし、うちにもその勉強しに来ましたっていうような方が何人かいるけど、まあその人たちもどうなんでしょうね。なんか私思うのは、普通に気持ちよく受けに来てほしいんですよね。別に口座開くわけじゃないんで。まあまあまあ、ここでなんかあんまね、なんか勉強みたいなつもりで来られちゃうとなんかやりにくいですよね。あ、そうですか。俺全然大歓迎ですよ。あ、本当に。はい。でも、ね、基本的には普通に受けに来てほしいです。なんかそういうつもりでやってるの開いてないっていうか。あ、全然関係ないです。来てもらえる。どういう、そうですね。あの、どう。はい、よく導入者お断りみたいなところもあったりするじゃないですか。ああ、はいはい、なんかね、その技を盗まれたくないとか、はいはいはい、うち全然 OK だし、でもなんならもうなんか店内写真とかも勝手に撮って、はいはいはい、SNS とかで勝手に広めてほしいなとも思ってるし、シェアしてもらうのはね、むしろ宣伝になるので、嬉しいですよね。出し惜しみみたいなことでは全然ないんですけど、はい、うん、なんかまあやっぱりなんかなんだろう、まあ、それならそれで言ってもらってればいいんですけど、うん、なんかあまりちょっと言わずに違う目的を持ってこられたりしちゃうとなんかやりづらいなっていうのがありますね。嫌い結構はっきり出ますよね。ダメな人はもう本当ダメというか苦手というか。苦手ですね。苦手だと。本当に。気持ちいいと思ったことないもん。え、俺もう超気持ちいいと思ってますよ。やっぱりこういつも肩とか首とかを時間取ってもらってるから、お尻あんまりその受けないできたけど、いざそのこうお尻をやってもらうと。もっと時間取ってほしいなって思うぐらい。ここが痛い。あの、なんだろう、その完全なリラクゼーションで受けるとしたら、あの、そのほぐれたとか効果一切なしにして、俺はお尻が一番気持ちいいと。いや待って、リラクゼーションはほぐれないって言っちゃってるみたいになってるだろう。いやいや、はいはいはい。だからそういう、あ、その、なんだろう、ただ心地いいだけっていう、そういう意味で心地よさを求めたリラクゼーションとして、はい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 。
チャーシュー、まあなんかゴリゴリされたら痛いけど、はい、普通に押したりする分にはそんなに痛くないです。ああ、これは多分その普通にただ押されるだけだったら問題ないけど、はいはいはい、あの滑らせるのがすごい苦手で、ああ潰す感じにすごい、うん、あれがもう痛くて痛くてしょうがないですね、はいはい、でその割とやんわりやってもらっても痛いです。全然ダメ、あれに関してはほんと全然ダメ、じゃあ練習台にならないですね。そうなんですよ、あんまりね、まあ、そういう人もいるよっていうあれにはなりますけどね。慣れてくるまでがちょっと時間がかかっちゃって、一旦こうなんかグリグリされて鳴らさないと受けるその台にもなれない。弱いと思われてるのっていう。なんかどっちにも失礼ですよね。いや、そんな弱いコントロールできるわ。気持ちがあるからやっちゃうけど、それがダメな人もいますからね。まあそうですね。だからその辺が本当にこう難しいところで、かといってなんかそのコリをずらして押すのもなんか違うなって思うし、じゃあ最初からもう受けなくてもいいんじゃないかっていうことで。うちの場合はもうそういう痛がりな人を断りにしちゃってますけど、最近はもう受けないでくださいって書いてます。あ、怖いとか痛いって言うんだったらって。はいはい、あの向きませんと。まあ確かに、まあ向き不向きありますからね、はい、少ないんで。だからもう本当になんか強もみ好きな人が弱もみ専門店に行くようなもんですよ。間違ってますよね。だからまだこう揉みほぐしって一言で言っちゃっても、まあ、いろんな揉み方というか、まあ、技というか流派というか、そういうのも結構あるから、なかなかその表現が難しいところで、例えば食べるものだったらラーメン食べたいなと思ったら、例えばラーメン食べに行っても豚骨があったり醤油があったり味噌があったりいろいろするじゃないですか。さすがにカレー食べたいなっていう人はラーメン屋に入んないでしょ。そうですね。でもこれで行くと揉みほぐしの世界だと揉みほぐしってしか書いてないってやっぱり分かんないですよね。分かんないですね。まあ、なかなか表現の難しいところですね。あと例えばちゃんと的確に表現したとしても、それをなんだろう、受けたことない人にしたら、ね、理解できないですしね。
どういうふうに違いが食べたこともない、聞いたことも見たことない、そう料理を言われても、なんとか風味と言われてもそれがわからないってなっちゃいますからね。一応大丈夫です、はい、できればホットペッパーの方がいいですね。ホットペッパーが一番良くて、飛び込みでも可能なんですか。ですね、飛び込みだとちょっと厳しいかな。厳しいってことで、はい、やっぱりロングコースのお客さんが多いんで、一人でこう2時間とか、はい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 、3時間とか受けられる方もいらっしゃるんで。予約は、はい、当日でも大丈夫な感じですか。大丈夫ですよ。ホットペッパーも直前予約もできるようになってるんで、枠さえ空いてれば直前でも、はい、10分前とか5分前でも、そんな先、その直前でも取れます。じゃあぜひチェックしてみてください。気になった方は矯正もできてね、はい、はい、目のほぐしもできるんで、普通のところだと強さが足りないなって感じる方向けですかね、はい、そうですね、はい、普通の揉みほぐしコースでも割と強めにはできると思います、はいはい、私とかだと弱もみの部類ですか、はい、もう弱もみですね、はい、ただあまりにもこう痛がりな方にはもう全然向かないんで、他でいろいろ受けてみて、それでも物足りないっていう方が、はい、つわものが基本つわものがそうですね、来てるっていうことなので、はい、お越しください、ご予約ください。はい、お願いします。よろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。タノさんの、ね、チャンネルもありますので、タノさんにご興味ある方は、ね、そちらの動画を見ていただくのも、ね、はい、いいかと思います、はいはい、お願いします、はい、それでは See you。